はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。22日金曜日1時半回りました。相場見ましょうか。相場マイナス88、さらに動きがなくなってきましたね。103.5652.56 ですね。はい、ビットコインはプラスに転じましたけどね。はい、昨日、日本時間昨日ですね、世界時間おとといですか、バイデン新大統領が誕生しました。案外トランプさんすんなりとですね、空軍基地で、演説した、そのままフロリダ州に行かれましたけど、もしかしたら自己恩赦をするんちゃうかというふうな観測がありましたけどね、なさいませんでした。で、まあ割とですね、バイデンさんにエールを送るような言葉を申されてですね、そのまま去られましたね。で、もう一回帰ってくるんやみたいなことをおっしゃいますお前まだやる気かみたいな感じですけど、次の大統領選挙は今から3年後です。3年後にですね、3年後に予備選挙が始まるわけなんですね。共和党の予備選挙、大統領候補を決める選挙をやります。で、3年後にはですね、民主党もですね、大統領候補を決める選挙、本来やるんですけども、どうでしょうね、普通ね、現役のパリパリの若い大統領であればですね、もうその現役大統領が続けるっていうのは当たり前ですから、対立候補出てこないわけですね。で、去年もトランプさんへの対立候補って、まあ、形式上言いましたけれども、もうトランプさん圧勝で共和党の候補になりました。で、3年後どうでしょうね。バイデンさん2期目はないと言われてます。年齢的に。で、じゃあ、一応選挙あるわけですよ。民主党内でですね、民主党の大統領候補を決める選挙っていうのを、予備選挙って言いますけども、やるんですけども、まあ、カマラ・ハリスさんなんでしょうね。が出てきて、バイデンさんはそこに立候補しない。要は2期目はないと。もうわし、年やし、ええわ、つ。もう地方やしと。物思いも悪いし、体力もないし、みたいな。になると言われています。まあまあ、普通に考えたらそうでしょうね。で、カマラ・ハリスさんがダントツのトップで行って、民主党の大統領候補はカマラ・ハリスさんになると。で、共和党の候補を決めるのに、またトランプの爺さんができて、わしやって言うんでしょうかね。まあ、常識的に考えるとそれはないんですね。ないと思います。共和党はだからね、トランプさんみたいに、なんていうのかな、非常にこう、保守的な主張、政策を取る、かつですね、若くてですね、40代、50代ぐらいでですね、票を集められる人が大統領候補になることが望ましいでしょうね。で、カマラ・ハリスさんっていう、今の副大統領ですけども、この方はものすごく左派なんですね。で、左派色っていうのは多分今はね、見えてませんけども、3年後には見えてくると思って、思っています。で、必ずなんかこう、保守派がイエーなこいつと思うようになってくると、保守系の若いヒーローみたいなのこう待望論が出てきます。まあね、あんまり見えてませんけどね。まあ、それはええとして。それはええとして、なんでね、トランプさんは自己恩赦をしなかったのかと。いうことを考えなければいけないと思いますね。いろんな点でトランプさんは刑事訴追を受ける可能性がありました。連邦法、州法、報道を読んでいますといろんなありますね。内乱を煽ったみたいな罪もありましょうし、ニューヨーク州に税金納めてんのちゃうのみたいなのがあります。で、ところがですね、割とすがすがしくですね、空軍基地を後にしてですね、エアフォースファン、最後の旅というのをなさって、それエアフォースファン使えへんよ、バイデンさんと思うんですけど、まあまあ別に就任して2、3日のうちからですね、エアフォースファンに乗るっていうことはないんでしょうけど、まあそれはええとしましてですね、私が思うのは、トランプさんとバイデンさんの間で、なんかディールがあったのかもしれませんね。つまり政権以降をね、スムーズにするよと。うん、スムーズにしてあげようと。で、ホワイトハウスも出るよと。その代わりに、わしが刑事訴追
を受けられないようにお前は働くんやでという、まあ、トランプ側からバイデン側に要求があって、バイデン側は分かった分かったって、恩赦は出さんけどもあなたが逮捕されないように努力をしましょうというような約束を交わしてるんちゃうかと僕は思うんですけどね。でなければですね、やけにそのどう言いましょうね、トランプさんは自制的でしたね。あの彼のこの4年間に見せたあのもうはちゃめちゃな性格言動の割には割とすんなりとフロリダに行ったやんみたいな感じになりますね。まあ分かりませんけどね。ただトランプさんの好きな言葉にディールってありますね。ディールっても日本語で言えば取引という意味なんですけど、まあディールをしたんちゃうかと、バイデンさんとバイデン陣営と。でもしかしたらバイデンさんはアメリカのその分断、うん、アメリカのこの今の分断っていうのもなんていうか、どうでしょうね、過去アメリカの歴史の中で最も深い分断状態ですね。いわゆる保守派とリベラル派、まあ、簡単にはその要は共和党と民主党系の人が分かれてですね、お互いこう憎しみ合ってると、憎しみ合ってるとお互い非難し合っててですね、その分断状況っていうのは、この亀裂というべきですか、はちょっとこう覆いがたいと。もうこれを修復するのが俺の目的、あの俺の使命なんやって彼はおっしゃってますね。でトランプさんもそれについては頑張れよっていうふうに言ってるわけであって、でその大義名分をもとにですね、トランプさんに対して恩赦を出す可能性ありますね。ただバイデンさんの公約、大統領選挙での公約はトランプには恩赦を出さんということを言い切ってました。でもまあそれを覆す大義名分にはなると思いますね。今の分断状況ものすごくね、厳しい状況だと思います。実はですね、3日、3日前にアメリカの方とですね、お話しする機会があって、でいろんなことをもう話して、もうちょっと日本語で喋ったんですけど、結局ね、あのトランプさんっていうのは白人の味方であると。で、あの白人もですね、そのウォール街で活躍しているような白人ではなくてですね、普通の労働者であってですね、本来のアメリカ人だと、自分たちは本来のアメリカ人だと思ってる白人連中ですね、からのこのものすごいその支持があったというふうに見なせます。で、本来のアメリカを取り戻そうと、俺たちのアメリカやったのに何やねん今はって、要は彼らが言うところの新しいアメリカ人たちですね、アジア人であったり、あのヒスパニックであったり、ルティーノって言うんですけどね、ルティーノであったりとか、いろんな人が入ってきてですね、本来のアメリカではなくなってるやないのと。で、本来のアメリカ、彼らが考えるアメリカってどういうアメリカかっていうと、割と真面目に働く労働者のアメリカなんですね。でそういった人たち、本来民主党の支持だったんですけども、民主党はなかなかですね、こう綺麗事ばかり言うですね、そういう人たちを救済したかったんですね。でそこにトランプが入り込んでて、俺たちのアメリカを取り戻そうっていう、アメリカンファーストだって言うて、支持を広げた。プラスそこにあの福音派といいましてですね、もうちょっと上、労働者よりちょっと上のですね、中堅ぐらいのアメリカ人たちですね、あの僕らがね、アメリカっていう映像で見るアメリカ人っていうのはですね、ニューヨークにいたりロサンゼルスにいたりして、あのチャラチャラしたあのアメリカの文化なんですけど、それは一部であって、ほとんど田舎の人なんですね。でまだですね、日曜日には教会に行ってる人もいますしですね、アメリカ人の2割ぐらいはですね、進化論を信じていないと言われてます。ダーウィンの進化論ですよ。人間は猿から人間になったっていう、あれはちゃうってアダムとイブやって言うてる人が2割ぐらいいるらしいですよ。そういうアメリカもあって、彼らの投票率は非常に高いんですよ。でそういう人たちがトランプの支持者であったわけですね。で彼らがトランプの当選を今でも信じてるわけです。でそういう人たちと、いわゆる民主党を支持するアメリカ人っていうのは、あのウォール街であったりですね、シリコンバレーであったりとか、あるいはニューヨークやカリフォルニアの在住者であったりとかって、もう見事にこう海岸エリアは大体民主党なわけで、もう開けたところは民主党なんですよあれちょっと教育受けた人は大体民主党になるんですね。日本で昔ですね、インテリがみんな左翼だったようなもんで、それと同じ綺麗事を信じるんですよ。ちょっと教育を受けると、中途半端な教育を受けるほど綺麗事を信じるわけですけど、その分断があまりにも凄まじい
僕らね、外国人から見ててもね、ああ、アメリカもえらいことなっとんなと思えるぐらいに凄まじいわけであって、バイデンさんはそれを修復するということが彼のミッションなわけですよね。とりあえず彼の一番のミッションなんですよ、それが。アメリカを再びアメリカらしくすると、その、なんていうか、こう、亀裂を修復すると。そのためにトランプとディールしたんちゃうかと、私は思いますね。私は思います、ね、だから今後トランプはもう逮捕もされなければですね、罪に問われることもないのではないかなと。でもまあ恩赦出すかもしれませんし、出さないかもしれませんけども、結局トランプはそのなんていうかな、アメリカの歴史で初めてですね、前大統領がこう逮捕されて牢屋に入るということはなさそうな気がいたしました。はい、という、まあ、私の勝手な予想でございます。皆さんどうもありがとうございました。